大家好啊，欢迎收睇 Gameplay HK 又一钟啦。咁继续玩《刀剑神域：虚空幻界》嘅，今次为大家送上嘅咧就系同人个妹 Liva 嘅床上事件啦。咁对于 Liva 咧呢个临瞓前嘅对话，我觉得系好合理嘅。嗱，首先佢哋系屋企人嚟噶嘛，咁耐唔耐咧有啲临瞓前倾下偈咧系好合情合理嘅。虽然佢哋系冇血缘关系噶，咁我哋咧睇一睇个事件啦。お兄ちゃん、もう寝ちゃった？哇，呢件睡衣真系好过分喎！究竟阿 Liva 佢平时屋企系咪都系咁着嘅咧？いや、まだだけど。どうした？寝られないのか？うん、なんだか目が冴えちゃって。どうしたら眠れるかな？リラックスするのが一番だとは思うけど。其实在这样的环境呢真的很难睡得着的，特别是同人，是不是？リラックスか。やっぱり、あの方法しかないかな。何かあるのか？私の頭を撫でてくれない？ああ、你叫到一定得的。頭を撫でる？俺がか？それですぐに眠れると思うんだけど、ダメ？そっか、わかった。早く撫でて撫でて。はいはい。くすぐったいけど気持ちいいな。よしよし、こんなんでいいか。哎呀，同人真系幸福，佢呢个阿哥有个咁好嘅妹，最重要就系呢个阿妹唔系亲生噶嘛。まだ眠れないよ。わかった。撫で撫で。撫で撫で。咦，瞓着咯，真系。すぐ。阿Liva嗰啲瞓落床三秒钟瞓着嘅技能真系好犀利，即刻就瞓着咗。本当に寝ちゃったのか。幸せそうな顔をして。本当にリラックスできたんだな。喂，俾我发现咧，原来 Liva 仲有第二个对话噶，咁同大家一齐睇下啦。さっきから俺の顔をじっと見てどうしたんだ？系咪块面污糟咗啊？やっぱり私たちの顔ってあんまり似てないと思って。咁你哋又唔系亲生嘅，梗系唔似样啦。それはそうだろう。すぐのアバターはエール王のものなんだしさ。咁其实同现实嘅小直咧又真系争好远噶喎。違う違う、私が考えていたのはリアルでの話だよ。リアルでの私たちの顔もあんまり似ていない気がするんだよね。でも昔はよく似ているって言われていたじゃないか。うん、それで姉妹に間違われたんだよ。所以啊，喺 GTO 入面咪有童子嘅出现咯。女の子みたいな顔しているもんね、お兄ちゃん。そうだっけ。じー。どうした？やっぱり見れば見るほど女の子っぽい。わ、悪かったな。男らしくなくて。ごめんごめん。別に責めているわけじゃないよ。私その顔好きだもん。だって、たった一人の兄弟の顔だから。だから、もっと近くで見せて。嗱，好啦，咁啊，小直啊，唔系阿 Liva 嘅床上事件咧，我哋就嚟到呢度啦。跟住落嚟，我哋再攻略其他嘅女角啦。多谢各位收睇，拜拜。